あなたがいることで聞いてください。最後の曲になります。もしよかったら皆さん聞いてください。孤独な夜でも信じられる僕らまたここで
とうございます。ありがとうございます。シンガーソングライター若菜でした。ありがとうございます。最後に一つ、今ここにいる皆さんに宣伝なんですけれども、7月14日の水曜日にですね、3時間スペシャルの、オールスター合唱バトルというテレビ番組があるんです。水曜日ですね。日曜日ですすいません、7月14日の日曜日に3時間スペシャルがあるんですけども、私それに出演します。ありがとうございます。フジテレビのオールスター合唱バトルです。皆さんぜひ見てください。はい、一部ありがとうございました。配信で見てくださってる方もありがとうございました。二部は5時半から歌いますので、皆さんよかったらぜひまた来てください。ありがとうございます。